はい、皆さん、こんにちは、リットです。さあ、今回はですね、毎週やらせての週刊アニメランキングやっていきたいと思います。というわけで、今回は、本日2024年秋アニメ3から4話のおすすめランキングトップ20ですね。いつもの最初から最後まで多分あれでやってきます。本当にご注意いただけたらと思います。この今期第4回目ということになりますね。で、対象期間の方が10月20日日曜の夕方から、26日土曜の深夜までの放送分、今回全42タイトルというところで、いつもですね、作品名全部概要欄にタクシー対象作品ですね、書いておきますので、気になったらそちらもチェックしてみてください。というところで、まあ、ようやくですね、この週刊アニメランキングも通常のペースに戻りつつありまして、最近、あのね、もうあの、今期始まってから木曜日とかね、あの、土曜の深夜までのにも1週間遅れぐらいになっちゃって、本当申し訳なかったところなんですが、今日はまあこれ火曜日に動画上がってると思うんですけれども、ペースをね、まあ、よく取り戻して、まあ最低限火曜日にやっぱ上げたいですよ。できれば日曜日がベストなんですけど、なかなかね、正直、まあ土日のタイトルもやっぱ多いですからね、まあ難しいところはあるんですけれども、まあできれば日月ぐらい上げて、まあ最低でも火曜日に、まあ今後は上げるペースでやっていきたいと思います。よろしくお願いしますというところで、で今回皆さん、どうでした?まあ、今期のね、あんま総括動画みたいな全体で見てどう豊作したかとか動画上げてないので、あの、ちょっと皆さんどう思われてるかってあんまね、僕もつかめてないとこあるんですけれども、今回の週に関してはね、マジでレベル高すぎたと。もうランキングも作成泣かせ。配信者泣かせというのか、もうね、レベルマジやばくないですか?どれ見てもおもろいなぐらいの勢いで、まあ、トップ3、今回、トップ3に関してもどれも1位レベルっていうところですし、まあ、30位ぐらいまではね、もう全然面白いです。またこの後ランキング外動画ね、上げますけども。全然その序盤面白いんですよね。でもなんかランキングつけてても、いや、これランク圏外かみたいな感じの作品ばっかでね、そんぐらい面白いなと思いますし、トップ20に至ってはね、ほんといつもトップ10ぐらいレベル感っていうか、まあ3話っていうのもね、まあ3から4話っていうのもあって、やっぱ3話の決め替えみたいなのもやっぱ多かった印象ではありますけれども、誰もそうやっぱレベルの平均レベルが非常に高いなというのを思ってますし、やっぱ一気にね、面白さを上げてきた、その作品も、多くあったのかなというふうに思ってます。でもただその分ね、やっぱ急落してしまってる作品もあって、ランキング外動画はね、まあ、後半やっぱ辛口になりますし、まあ、順位的、まあ、面白さがめちゃ落ちたわけじゃないんですけども、ちょっと、ため替えとか、まずまずぐらい面白さでも、やっぱこう、落ちちゃうぐらい、やっぱレベル的には、高かったなっていう印象ですね。はい。ということで。まあ、ランキング外に関してはまた切るか迷ってるとかいう作品もあります。まあ、この後ね、動画上がります。また、概要欄に多分リンクも貼ってあると思いますので、気になる方はそれをね、ご覧いただけたらと思います。と。いいところでございます。まあ、皆さんね、ランキング対する感想とか、ご意見、また皆さんの1位だと思う作品なんかもいろいろね、コメントお待ちしてます。で、ようやくね、最近ずっとコメント読めてなくて、1ヶ月ぐらい読んでたんですけど、ちょっと読めてたんですけど、全部読めてなくて、で、まあ僕の中の最近っていうか、まあ、いつからかのポリシーがあってですね、全部コメント読んで全部いいねするっていうことなんですよね。で、過去のコメント読めてないんで、なんか、ここの変な中途半端からいいねするのもなんかなと思ってね。ずっとしながら、ようやくちょっと時間ができたんでね。まあ、まずね、メンバーシップの方のコメントは昨日全部変えさせていただいたんですけれども、普通のコメントもね、まあ、基本的に全部読みますし、まあ、やっぱせっかくでね、コメントしていただいてるんで、いいねぐらい押したいな。返信まではさすがにちょっとね、時間が取れないんですけど、いいねぐらい押したいなっていうところで、ちょっとね、また、それもやっていきますというところでございますが、またね、ちょっとコメントをガンガン読んでいきます。ぜひともね、コメントもしていただけましたら大変嬉しいです。はい。真摯に受け止めて。時には喜び、時には悲しみということでやってますので、よろしくお願いします。はい。ということで、ね、で、まあ、いつもね、ランチした作品は、まあ、全部書いてありますよというところで、早速ですね、20位から紹介していきたいと思います。ここはね、多分ありなんですね。十分ご注意いただけたらと思います。まだ開幕時点ランキングはね、もうそれも今週ぐらいちょっとようやく上げようかな。ようやく追いついたんで、ずっと遅れてたんでね。はい。ということでやっていきたいと思います。はい。では、まず第20位です。20位。東廃、ウラレート、麻雀、東廃録、ちょっとなんか読み、なんか発音が落ちた気がするんですけど、東廃、ウラレート、麻雀、東廃録、4話ですね、前回23位から3ランクアップ20位というところで、東廃やっぱ面白いですね、もう本日ダークホースっていうところでね、結構やっぱプニールとか、まあ、東廃っていうのはね、タイトル賞上がるのも多いなという印象なんですけれども、やっぱ主人公ですね、K がマジで半端ねえというところで、で今回ね、主人公の思考が全然見えない。何考えてんだろうって言って、すごいリュークにゴンゴン刺していくっていう中でね、また新キャラも出てきてというところの、話でしたけれども、非常に面白かったなと思いましたし、まあ改めてこの世界の闇ですよね、の深さっていうのをすごい感じまして、最後なんでね、K の足の小指にいかれてましたけど、てか、今の時代は、足の指なんですか
なんかさ、昔やっぱその指をほんと詰められてるみたいなさ、指がないみたいな、切られてるみたいな人、なんか見かけることたまにやっぱあるかもしれない。僕もね、なんか人生で1、2回ぐらいはあるんですけれども、うん、やっぱ足の指なんですかね。だから、実はもう、やっぱヤクザっぽい人も、なんか今の時代はだから、手は全部、指は全部あってもっていう時代かなんかもちょっとよくわかんないですけど、これは どんぐらい本当のことなんか知らないんですけど、はい。K がね、勝ったはずなんですけどね、なんかやられてたんで、ね。うん、で、まあ、畠山で、まあ、新キャラもね、出てきてましたけれども、まあ、どんどんなんかキャラもね、なんか出しながら話は進めてる、まあ、印象ではあるので、まあ、面白すぎにはまだまだ上がるのかなというふうには思っているところではございますね。うん。まあ、次回以降も引き続き楽しみというところですけども、今回なんかチームプレイと言いながら、チームプレイするはずなんですかしないっていうのは、またなんからしさもあってね、面白かったなというところですが、まあ、ちょっと今回ね、麻雀が何のやっぱ分からない、もうちょっと僕分かんないんでね、麻雀全然知らないので、そういう意味ではどんどんやっぱ専門的というかね、話的にはね、どうしてもマージャンのなんか結構話ももちろん多くなってきますから、まあ、そういう意味ちょっと辛くなってきた部分も正直あるのかなっていうところでありますがね。はい。まあでもマージャン全く分かんない、こんだけ面白いのはね、まあすごいし、まあただ実は難しいのはやっぱその例えばさ、本家やってるゴルフとかさ、サッカーとかなんかこれって別に、まあ、ルールも別にサッカーとかさ、ルール分かるけどとかなんかさ、結構分かりやすいじゃないですか、ね、マージャンって正直なんていうんでドラドラみたいなそれがちょっとね、やっぱちょっと厳しい感じがするんですけど、まあ頑張って見ていきたいと思います。はい。であと19です。19位、転生貴族、鑑定スキルで成り上がるですね。第2期、16話、4話が前回5位から14ランクなの19位でございます。ということで、転生貴族で最新話見ようと思ったら、なんか、またお休みみたいでね、なんと目視録もお休みだったんですけども。はい。というか、また次回はランキング対象外作品がね、また少なくとも2作品あるっていう感じなんですけど、思うと転生貴族ですね、まあ、いよいよ戦いが始まるっていう中で、アルス人ね、強すぎだろうっていうところの回でですね、まあ、敵の作戦まだ見事だったんですけども、それをもう力でねじ伏せていくというか、もう、シャーロットとね、リーツさんも強すぎてっていうのはね、ありまして、やっぱロセル君もぐんぐん成長中というところで、まだまだやっぱこのアルス陣営ってもうもっともっと強くなりますし、やっぱこのすごい期待感、希望持てるような、まあ、話にもなってましてね、僕らも楽しみすぎるなっていうところで、ございます。やっぱ前回ね、なんかね、転生貴族は結構、まあそのもちろん戦いの中の話も面白いんですけれども、結構そこに至るまでの話みたいなやっぱ面白かったりもするので、まあ、そういう意味では前回の方が評価高くなっちゃってはいるような感じではあります。はい。まあ面白かったですけど、まあもちろん、やっぱその、結構力量差があったのは正直ね、あったんでね。まあその分ちょっとランクダウンしたのもありますね。はい。で、あと18です。18。青の箱4話ですね、前回4位から14ランクの18位ということで、もう最近動画はね、いつも青の箱なんでこんな人気がって言ってなんか嘆いてる動画ばっかな気がするんですけれども、本当とか思いながらこんな自分もランキング低くして引いてるやつだなって自分で思うんですが、そこはどうしても忖度できないんでね、好きな作品だからね、みんなに見てほしいからは、まあ別に面白さ的にはね、こんぐらいでも5位とか置かないんで僕は。置く人もいるかもしれない。別に1作品ぐらいいいと思う人もいると思うんですけど、まあ僕はちょっとそこは1作品たりともね、そんなことしないというところで、ね、やってますが、まあ青の箱ね、まあどうしてもそのなんか恋愛もの、まあラブルストーリーっていうところでね、まあ順位はなかなかやっぱね、やっぱ上にそもそも行きづらい。まあ、前回やっぱ話めちゃめちゃ面白かったんですけれども、今回に関しても良かったんですけどね、まあ、きょうくんのね、僕の大好きな主人公の親友のね、彼のメガネくんの本領が発揮されると、大気の知らないところで水族館劇になってるみたいな、こう、まあ、次回やっぱまたね、盛り上がってくるかなと思うんですけど、まあ、千田先輩は相変わらず可愛いですしね、体操服イベント、まあ、同区ならではの、イベントもあっていいなっていうところもありましたし、男の子の体ね、大輝くんのちょっと裸のところには照れたりとかっていうところで、まあ、千夏先輩の、まあ、ちょっと、考えて、ちょっとだけ見えてくる感じでもね、あったなというところで、まあ、大輝は前からバドミントン頑張っていくということで、まあ、試合もね、進んでいく中でですね、まあ、勝負の行方どうなるのかっていうところで、千夏先輩をね、狙ってる猫も出てきてですね、また面白かった、ところではありますけど、まあ、引き続きね、楽しみだ。まあ、青の赤に関しては、どんどんどん面白さ的に上がってくる作品なので、まあ、本当まだまだ始まったばっかりだなっていうのが、まあ、原作勢的には印象としてありますので、はい、もうここからもね、非常に楽しみにしておりますが、まあ、ちょっと面白すぎてね、面白かったんですけれども、まあ、その全体的なレベル感っていうところもありましてね、まあ、18位というところになっている感じでございまして、まあ、青の箱まだまだここからだというところでございます。はい。であって17位です。17位。
新テニスの王子様アンダーセブンティーンワールドカップセミファイナルですね。4は前回12位から5ランクダウン17位でございますという、これ新テニーですね。まあデカすぎんだろうというところで、まあついにね来ましたね。もともと原作やった時からもうすごい話題になってた、回がですね、いよいよアニメ化されたというところで、まあシュナイダーってキャラですね。なんででかいのかも全然意味わかんなくて、もうでかく見えるのかもそれわかんないっていう。面白すぎるね、あの回なんですけれども。まあまずアニメ化されたことが、もうね、まあなんかすごい感慨深い感じもしましたし、まあなんかすごいね、金太郎がまさかのセリフ言ってて、解釈違いだみたいなのも結構あったりとか確かに原作読んでたのかみたいな感じもしたんですけれども、はい、まあまあまあそこはね、まあ別にその言われたら確かにと思いましたけどね、まあ別に普通に直近で見た感じでその気にならずですね、もうでかすぎることにしか頭が目がいかなかったなというところでしたね。まあ、多分今回、まあ、僕 X でもポストしたんですけど、でかすぎんだろって言ってポストしたんですけれども、多分こういうなんかさ、インパクトのある回があると、多分これを機にちょっとこの話だけで見てみようかなって方もいらっしゃると思うんで、まあ、そういう意味ではなんかいい、いいね、回だなと思いますし、まあ、単純に単体としても面白い回だったなというの思いましたね。はい。もうずっとでかいですから。うん、で、しかも平等院ダブルス組むかと思ったら二王さんでね。これがまた笑って、マジイリュージョンでね。はい。もうエグすぎると。びっくり人間大会ですよね。もう全く人違うように見えるキャラもいれば、もうでかすぎるね。で何者なの、巨人族だったかみたいな感じのキャラもいればっていうと、はい、うん、でまあついにね、まあオリジナル二王さんで戦うってところになりましたけど、次回もね非常に楽しみだなというところでございます。17位でございます。まあランキング的にもっと上にやりたかったところなんですけど、まあそういう意味ではやっぱ上、やっぱレベル高かったなっていう感じでしたね。はい。では16位です。16位、甘神さんちの縁結びですね。第4話、前回11位から5ランクアップ、5ランクダウンですね。16位というところで、甘神さんも良かったですね。まあ、前回も今回も良かったなっていう感じなんですけど、まあ、てか、コンさんと今僕がすごい楽しんでる作品なんですけれども、まあ、例大祭に向けてみんなで頑張る会というところで、まず例大祭でね、5000人集めないと神社が売られるみたいな展開でですね、まあ、そんな大ピンチの中で、まあ、懸命策を考えるという3姉妹主人公が描かれていくというところで、まあ、朝日ちゃんの頑張りですね、僕はやっぱ朝日ちゃん推しなんで、そのたまらないなと思いながら、八重ちゃんの才能もすごかったなという回でしたね。まあ、ユナは相変わらず不器用さはあるんですけど、神社の、思いは人一倍強いというところね、描かれてたかなというのは思いまして、まあ、ただね、前回ね、ちょっとループの話っぽい感じのね、ところが出てきたのが、まあ今回何も話が出てこなかったりとか、ウリュウが全然勉強しないとか、まあそういうツッコミのフォローアップあったのかなとは思いましたけれどもね。はい。っていうところで。うん、あとはな、朝日ちゃんがね、投稿した写真ですね。めっちゃ可愛い三姉妹それぞれの写真で、三姉妹の写真がバズるみたいな。ね、八重ちゃんのエロいショットもバズんないみたいな感じだったんですけど、いや、さすがにね、バズる、最後は一番バズるのはわかるんですけどね。って感じでしたよね。もっといいねつくだろうみたいな、とこではありましたね。はい。っていう感じかな。まあ、ただやっぱその、今回もその頼みの商店街の振興組合、の皆さん、誰お世話になってた甘神神社への協力を快く申し出てくれると。まあ、こういう展開やっぱアタックで好きだなっていうのを思いながら、まあ、ヒロインの可愛さと、まあ、その商店街のあったかさみたいなところがね、出てた回だったかなというところで、この店舗感も良かったというところで、まあ、次回もね、楽しみなところでございますが、16位というふうになっております。はい。で、あと15位、15位。おーい。トンボですね。第2期というところで、17話、4話が前回26位から、11ランクアップ15位でございます。ということで、いや、トンボはやっぱめちゃくちゃ面白くなってきましたね、というところで、やっぱこのトンボのやっぱこの繰り出すプレイ一つ一つがやっぱものすごく斬新。うん、で、まあ、僕、まあ、すでにトンボをずっと見てきてる、視聴者視点でもやっぱやばいわけなんですけど、やっぱもちろんその、普段の、そういうトンボのゴルフを知らなかったキャラからしたら、もうとんでもないゴルフをしてるわけで、やっぱそこのワクワク感っていうのはね、すごいなと思いながら、まあ、初の大会ね、ついにトンボが挑んでいくっていうところなんですけど、まだまだやっぱ成長途中なわけですね、トンボっていうのは。っていう意味では、まあ、今後もどんなプレーを見せてくれるのかって非常に楽しみです。やっぱヒノキとか、ツブラとの勝負っていうのもあるわけで、まあ、他もね、楽しみすぎるなというところで、15位というふうにさせていただいております。やっぱ2期もね、非常に面白いですね。他もね、マジ楽しみでございます。はい。で、やって14位です。14位。黙示録の4騎士第2期、27話、3話が前回17位から3ランクアップ14位でございます。というところで、黙示録ですね。ギレビアの驚きの能力、カレイドスコープが明らかになっていくというところで、
もう切なく泣いちゃいましたね、これね。ブルッときちゃったというところで、だからあの未来予知ができたのかっていうところで、もともとやっぱランスロットの前に現れて、すごい未来が分かってるキャラ何者だっていう感じだったんですけども、もうこれ明らかになっていくと。で、まあその自身の、またランスロットの未来をね、早期で涙するというところで。いやー、これ辛いっすよね。なんかさ、やっぱ運命に抗うとより大きな代償を払うことになるっていうことが話があったんですけども、なんかその、知ってても何もできないっていうのはすごい辛いなっていうのはね、すごいなんか見てて、思ったし、おかしくなっちゃうよなっていうのを、思って見てました。でもいよいよですね、みんなそれぞれで分かれてキャメロットへ出発というところで、ここからも非常に楽しみだと思っております。ランスロットはね、マジでギネビア救ってくれっていうね、回でもあったんですけども、まあ14位とさせていただきおりまして、目視力がやっぱね、息の範囲マジ面白いので、もうここからも非常に楽しみですし、ランクもね、上位に来る可能性も、大いにある。ただ来週はランキング対象外となっております。はい。で特別編成で休みでした。はい。であと13位。ラブライブスーパースターですね。第3期3話が、前回14位からワンランクアップ13位でございます。ということでスーパースターですね。いいですね。単体でもね、動画出させていただいたんですけれども、やっぱ2期のね、最後の低たらくというか、あれが嘘のようにですね、3期素晴らしいというところで、多分、ラブライブのファンはみんな3期面白いと思ってんじゃないぐらいの勢いでですね、やっぱ2期は本当に評価厳しかった。だし、もう僕も本当もうブチギレみたいな感じで3期見るかどうか見れてたんですけども、見てよかったなと思いますし、やっぱ2期で途中で止まってる人もね、ぜひとも見てほしいなというね、回ですね。まあ評判もめっちゃいいですよ。それもうなずけるというか、納得でしかないというね、感じですし、やっぱ2期の終わりからですよね、マスクのその留学中止みたいなところが、まあもちろん聞いてきてる回でもあるんですけども、はい。まあ、みんな違ってみんないいというところで、しきちゃんがね、僕がセンターをやるっていうところあったんですけども、最高のライブでしたね。まあ、しきめいいですね、やっぱね。もうこれもとも好きですけど、2期からね。ライブライブ完全復活だっていうところで、まあ、ライブシーンとかも相変わらず素晴らしいですけどもね。はい。やっぱこの、すごい、まあ、ちーちゃんとかね、まあ、それぞれ、まあ、かのんちゃんとかもそうですけども、持ち味、魅力も出しながらですね、まあ、四季名というか、四季ちゃんがセンターやってくるということで、素晴らしかったですね。はい。ということで、13位させてきました。はい。まあ、もう一歩上がるにはね、さらなるこの感動というか、心に来るものがあれば、ありまして、まあ、全然レベル感的にね、うまくいったら全然今回のトップ10入るかなっていうような回でございましたね。はい。では、12です。12。MF ゴーストセカンドシーズンですね。15話3話が前回30位から18ランクアップ12でございます。ということで、MF ゴーストの駅ランクアップというところなんですけども、まあ、熱すぎましたね。BGM も相まって、僕も踊っちゃってましたけど。ノリノリになって踊る現象みたいな、ウィンドブレーカーの時もありましたけどね、この、なんか BGM とか熱いとね、なんかノリノリになっちゃいますよね。はい、というところで、まあ、各選手の走りが、バトルがたまらねえというところで、まあ、もうすぐ悪天候の中ですよね、雨も降っててね。っていうのは、まあ、海外の経験がベッケンバーバーとか、まあ、沢谷とか、カナダにアドバンテージをもたらしてるっていう話がありました。なるほどなと思いながら、見てたんですけども、レースがやっぱ熱いですね。やっぱ、いよいよこう戦いが始まっていくと面白いなと思いながら、まあ、いよいよですね、終盤戦突入かなっていうところなんですけど、次回も楽しみですし、まあ、しっかり面白くなってきたなという MF5、さすがでございます。12位でございます。はい。では、11位です。11位。トリリオンゲームですね。第5話、前回19位から、こちら、8ランクアップ11位でございます。というところで。いやー、トリリオンゲーム面白かったですね。いや、ほんとトップ10見たかったんですけどね。そう。いや、レベル高いっすね、マジでね。はい。で、ね、まあ、春がね、もう相変わらずエグスでもう、ゲラゲラ笑っちゃったんですけど。アルミでね、バイオをダウンさせてから、そのラストのパスワード乗っ取りに、マスクのそのラストに繋がっていくっていうのがやっぱ面白かったですよね。で、ガクの能力もあって見事1位っていうところなんですけど、まあ、ガクの能力はもちろんなんですけど、やっぱ春のやっぱ起点というかね、すごいですよね、彼のね。はい。で、霧姫の目も光り輝くっていうことで、まあ、全部ワンセットで面白かったなという感じでしたね。やっぱこの戦況を一変させるのが実に上手くてですね、まあ、今回はドラゴンバンクのチームもいたわけで圧倒的に不利な中でですね、まあ、一時は0ポイントになってたわけなんですけど、最後見事に逆転していくという実にドラマチックでもあり、いやそのなんか発想もやっぱ面白いですよねそんなことはそんな手が絶好みたいな感じもあるんですけど、もう面白いですね。はい、11位差つきました。はい、ではここからトップ10入っていきます。ではまず10位です。第10位、2.5 次元のリリサ、濁りリリですね。こちら、
2クール目、17話が前回6位から4ランクダウン10位でございますという、ニゴリディはですね、着々とこう神回への準備を進めているような感じなんですが、まあ、すでにですね、原作勢からしても泣いちゃってるという状況なんですが、もうラストね、あの人が亡くなったっていうところでね、まあ、アリアちゃんがもうお母さんと電話してたところで、ね、驚きの声聞いちゃったんですけど、え、お父さんっていうね、回でもあったんですけども、まあ、希望からの絶望ということで、いや、すごいっていうか、まあ、面白いって言っていいのかちょっとあれですけどね、あの面白い、すごい回だったなというところで、ミカリンもね、加えて、天使空挺隊完成といざ夏コミへというところで、まあ、最後以外はものすごいやっぱ明るい回というところで、みんなでやっぱこうやって協力して頑張るのめっちゃいいなっていうのもありましたし、友達のためにもなっていく、まあ、アリアちゃんの思いがですね、お父さんに見つけてほしいって思いが、うん、そのみんなのためにもなっていくっていう、なんかそれぞれウィンウィンでもありますし、やっぱほんと心の底からコスプレとかを楽しんでるのは素晴らしいなっていうね、感じで、ファミレスは面白かったですね。リリサとアリア食べ過ぎやろみたいなね、どこだったんですけど、リリサはちょっとやばいですね、相変わらず。はい。で、まあ、それにしてもやっぱ友達と並んでコスプレっていうのは最高だなと思いましたし、コスプレのこだわりですね。まあ、シワまでこだわんだみたいな。で、奥村すぐ気づくみたいな。はい。っていう、これ素晴らしかったし。エンディングがこれまたね、染みましたね。今回アリアちゃんのね、ラストからの、夏コミどうなっちゃうのかっていうところです。アリアちゃんのお父さんどうなってんだっていうところね、ありますけども、次回気になりすぎて、もう夜も眠れないぞという10位でございます。はい。まあ、ニオリアも今から追いついて全く遅くないので、今もうぜひとも見てほしいなというところでございます。はい。では、次第9位です。第9位。ブリーチ千年決戦編総国短最終章3クール目30話4話が前回3位から6ランクダウンも第9位でございますということで、本当はね、ランクと、まあ、そんな落とすつもりもなかったんですが、まあ、レベル感もありますし、まあ、ブリーチはですね、もう原作でも存在しない記憶というところで、僕も原作全部読んでたんですけど、何も覚えてないぞこのシーンとか思ったら思いっきりアニオリでですね、もうアニオリのレベルがエグすぎますよね。もう最近のさ、ちょっとなんか空間埋めるアニオリじゃなくて、もう完全にもう差し込むアニオリっていうところで、石田バツイチがワンチャンある方もどんどん言われてたんですけど、もう本当にやってきましたね。石田しかも、クインシー・フォルステン・デヒキって言ってね、クインシー完成体みたいなところですね。がもう元もできるかもと言われたんですけど、本当に来ましたですね。もう大盛り上がりと。で、アニオリマセレ、マジで存在しない記録と。で、原作でなんですけど、まあ、唖然としてしまった。ただ、あまりにやっぱクオリティの高さっていうところでね、また暑さに圧巻されました。っていうところでね。あとやっぱサロたちの戦いもアニオリですかね。っていうところ、アニオリ満載っていう感じだったんですけど、石田が本当にもそれにも強すぎて一応破れちゃうというところでね。でも、ユーファーバッハに関してはついにレオを完全に取り込んだのかというところで、でも終わったぞっていう感じなんですけどね。ちょっとここからどうなのかというところでございますが、またアニオリと、まあ、入れてどうやってやっていくのかっていうのもありますがね。第9位ということで。まあ、原作者さんもね、まあ、ガッツリ関わってますので、まあ、安心のアニオリなんですけど。あれだなんてやばいですね。最初はちょっとまあ、原作勢からしてもワクワクするなというね。感じでございましたし、石田バース一郎すごかったですね。はい。ということで、第9位でございます。はい。まあでもね、ちょっとこれをさらに凌駕する、別に面白い、めっちゃ面白かったです、ブリーチもね。ただこれをさらに凌駕する作品、ここから8作品もあったというね、とんでもない、週だったというところでございますが。では、次第8位です。第8位。やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中ですね。3話が前回37位からなんと29ランクアップと、もう大ジャンプアップの8位でございます。ということで。もうこちらね、やり直し令嬢に関しては前回やっぱ思ったの違う感じになってきたというところで、ちょっと陛下もちょっとどうしても肝されちゃって、微妙だなみたいなも言ってたんですけれども、一気に面白くなってきたと。もう大興奮でしたね、もう今回に関しては。もうほんと、前回までの展開から信じられないほどバチバチのバトルというこれ、まあ、前世の記憶、経験、力も駆使するというところで、ジルですね。もうマジで強すぎたというところで、まあ、やり直しもの本領がようやく発揮されてきたなというところで、まあ痺れまくりましたね。やっぱ前回微妙って感じたからこそ、よりやっぱ、おもれっていう気持ちが強かった。まあ、そんな回でもあったんですけども。まあ、スロースターとかはね、やっぱね、3話ってとこで、まあ、ボルテ、ギアを上げてきた感じで、まあ、あったんですけど、やっぱ面白かったですし、まあ、3話の決め替えっていうのも見事に決まったな、というのを思いましたね。大ピンチに、竜帝駆けつけるっていうラストですね。これまた良かったな、というところで。いいっすね。もともとね、僕すごい結構俺 PV のうちに楽しみにして、まあ、やり直しもね、やっぱ面白いこと多いですし、まあ、ループナーもね、僕すごい楽しんでたんで、楽しみだなと思ったらね、こう一気にやっぱ面白さ増してきてですね、素晴らしかったですね。強いね、本当に。はい、っていうこれ。やっぱこういうなんか前世のなんかさ、経験とかを活かしてこう、戦っていくとか、鬼軍曹って言われてたみたいな話もしましたけれども、やっていくの非常にいいなというところで、一気に大ジャンプアップ29段階で8位達成きました。では次第7位です。第7位。
妻、小学生になる3話、前回1位が6ランクダウン第7位でございます。ということで、妻小でいいんですかね。ちょっと、略し方が今、ちょっと僕は、いまいち分かってないんですが、こちらの妻、小学生になるですね、7位というところで、相変わらず泣けると、もう実に名作、そしてテンポもいいという、三大用語もね、出していただいたんですけども、まあ、評判的には意外と結構、なんか、賛否分かれてる感じはね、するかな。まあ、僕はものすごくやっぱこう、毎回感動してる、作品なんですけど、まあ、今は家族じゃないけど、家族。っていうところでですね、この家族のあったかさが毎回すごい身に染みて感じるというところで、まあ、お母さんがいなくなってから向き合えてなかった時間に今ねお父さん向き合っていくというところもありましたけども、娘さんの気持ちも分かりますよね。そのお父さん本当やっぱその家族が大好きで、いや他の女の人となんかいい感じになってるっていうのは見ててちょっと 見てらんないみたいなのもあって、まあやっぱこういうのって結構なんか僕のイメージではやっぱそのお母さんとかね、まあお父さんでも再婚してほしいみたいなパターンもあると思うんですけれども、はい、まあ、そんなねやっぱそのねやっぱこの家族のなんかあったかさもあるからこそね、まあもちろんその今小学生って帰ってきてるのもあると思うんですけれども、まあ、実際に妻がね、うん、っていうのもねあってね、まあすごい共感もしながら、はい、そんな簡単に受けられないなっていう思いもありながらね、まあ実際勘違いなんですけど実際勘違いなんですけどね、まあまあでも距離感はやっぱ近いですから、うん、主人公がやっぱすごい奥さんに対して一途、うん、っていうのもまた素晴らしいなと思いながらね、これもまた一つの家族の形だなというところで、まあ、相変わらずあったかすぎて、まあ、素晴らしすぎるというところで、第7位とさせていただきました。はい。ということでね、まあ、こっから、もう全部こっからもう神回しかなかったんですね、今回ね、マジでね。はい。では、第6位です。第6位。星降る王国のニナですね。こちら。前回22位からこちら16ランクアップ第6位でございますということで、まあ、この星ニナに関してもですね、まあ、サンダル動画昨日かな出していただいたんですけれども、めちゃくちゃおもろかったですね。もう思わず泣いちまったというところで、やっぱもともとこれ視聴者さんにお勧めいただいてた作品ではあったんですけれども、やっぱこの想像を超えた面白さでやっぱ3話でやっぱ一気に化けたなという印象を持ってますので、まあ、1、2、3どんどん面白くなっていく作品ですから、ぜひともねご覧いただけたらというところなんですけれども、まあ、まさかのね展開でして、もうマジネタバレのあるようなご注意ください見ていただいてから、はい、見てくださいというところなんですが、まさかのね、まあ、アズールも入れ替わりだったということね、分かってくるわけでですねこの王国も入れ替わりばっかりって感じもあったんですけど、はい、やっぱこのニナとアズールのやっぱラストのシーンもものすごく良くてですね、この関係性すごい好きだなっていうところで、はい、やっぱアズールがなんで自分の命を軽視したのかいろいろやっぱ理由も分かってくるような回でもあったし、おじいちゃんがまた良かったし、ニナがやっぱ規格外すぎてね、これがこれで面白いなっていうところで、ございまして、一気に楽しみに増しまして、これダークホース来たぞというところで、一気に第6位とさせていただきました。もうこの面白さが続くんであればね、ほんとマジでこう、もうトップ10とか入ってくるレベルの作品かなっていうところで、ございますが、第6位させてきました。おめでとうございます。素晴らしかったね。はい。最高でした。はい。では、ここからトップ5入っていきます。ではまず5位です。第5位。ブルーロック。VS アンダー20ジャパン、ブロック第2期ですね、28話4話が前回10位からなんと15ランクアップ5位でございますということで、もうね作は何も気にならないぐらいおもろいと、ちょっと話がもうやっぱ面白すぎたなというところで、まあさすがブルーロックっていう感じがね、しましたし、まあ相変わらず染めがっていうね話もありますけれども、僕は気にしないと。うん、もう気に、まあ多いぐらい気にならないぐらいやっぱ面白ければそもそも関係ねえよねっていう感じもしますし、まあやっぱまあ、絵自体はやっぱ綺麗ですからね、ブルーロック。まあし、今回やっぱ、今までの中でやっぱ一番動いてたなっていうのは僕の、印象としてはあったというところで、一気に5位とさせていただきまして、今後の、期待値もまた高まったというところなんですけれども、器用貧乏じゃなくて器用大富豪になるんだというところでね、レオが覚醒していくっていうところで、いやーもう面白すぎましたね。もうめちゃめちゃ盛り上がりましたよ、これは。はい、まあ、新スタイルのカメレオンですよね。雪宮やべえと思ったら最後その技をコピーしていくってところでゴール。まあ最高すぎましたね。で、まだまだ上があるっていう話もね、ありまして。またこれも楽しみだなっていうところなんですけども。やっぱ雪宮もそうだし、ね、ナギも最高すぎだなっていうところで、ナギレオも熱すぎて、もう見どころしかないね、回になってましたし。やっぱこの新キャラ出しながらの、やっぱこの既存キャラのやっぱ成長、覚醒っていうのを描いていくのは、うまかったですよね。で、やっぱ、その、潔とかのメインじゃない、その、主人公メインじゃなくてないんだから、こんだけ面白さ出していくのは、やっぱ、さすがだなっていうのもね、思いましたし、彼らまだまだ進化のうち残してるんですよね。これがまた面白いし、やっぱ、凪のこの表情の変化も、やっぱ、またいいなっていうね、感じでございましたね。はい、ということで、まあ、面白すぎましたね。もう、作画も話もさらに加速していくことに、期待ということで、第5位でございます。盛り返してきましたね。はい。
まあ、やっぱ配信とかもね、人気、まあ、海外人気やっぱね、顕著にこう影響主義出てるんですけれども、まあ、国内の人気はやっぱ、思ったらやっぱそんなに、まあ、ちょっと炎上発言してたんですけれども、人気落ちないなっていう感じもしますので、もともと派遣タイトルではありますね。そういう意味ではちょっと若干、勢いで押して落ちてるかもしれないですけどね、面白すぎにはやっぱガンガン上がってきてますので、まあ、ここからね、人気とともに、面白さとともに全部ね、上がっていってほしいなというところでございます。第5位でございます。はい。頼むぞ、マジで。では、第4位です。第4位。地球の運動について第5話、前回25位から21ランクアップ。第4位でございます。ということで。まあ、地位ですね。前回、マスカの25位ということで。まあ、やっぱ導入会っていうのもあったしね、キャラ紹介会っていうのもあったんですけれども。まあ、やっぱこの、まあ、僕はやっぱ単行本で原作ですね、読んだこともあって、テンポが見ても見てたんですけれども、まあ、感想動画ではね、そんなにやっぱこのなんか、良かったですよみたいな声が多かったんですけど、まあ、いざランキング動画25位にするとね、低いって言われるかなと思ったらね、まあ、今後だけ妥当なんじゃないかみたいな 声が多くてですね。まあ、その、まあ、もちろんね、その、もちろんいろんな面白い世界がやってる中でね、まあ、面白くないってことは全然ないんですけれども、やっぱ導入の部分っていうところはね、どうしても順位上がりづらかったという前回の中で、今回ですね、めちゃ面白かったですね。ただちょっと、なんか賛否も分かれつつあるのかなと僕は思ってるんですけど、どうでしょうか。まあ、原作的にはね、この辺も全然面白いですし、ここが面白くなかったらもうずっと面白くないんじゃないかっていう感じが、まあ、もっともう面白さ上がるっていうか、まだまだね、面白いとこいくらでもあるんですけれども、やっぱ後半が正直ね、どうしてもっていうのはあるのでね、面白すぎましたよ、今回も。こうして彼らの思い紡がれていくのかと、痺れまくりですね。まあ、このように希望はないと。ね。天国に行くことだけを願うオグジに対して、グラスさん、ね、言葉っていうところで発射されましたね。まあ、愛しい家族に出会えたのもまたこの世なんだというところで。まあ、やっぱ家族を失ってですね、まあ、ひどくこのように憎んでたんですけどね。でも、この世でも、そもそもその家族に出会えたのはこの世なんだよねっていう話で。で、私はもう一度この世を肯定したいというところで。まあ、オグジとね、グラスさんで、ね、これからね、どんどんね、話を進んでいくのかと思ったら、マスカのグラスさんと別れというところも、ありましてですね。いや、これもやっぱまた衝撃的でしたし、やっぱこの、地に関しても何が起きてもおかしくないっていうのは常にね、ありまして、そのためにやっぱ託していくっていうのはやっぱ面白さとしては、非常にあるなっていうのも思いますし、いや、まあこの、バデーニさんの元を訪れてね、ここから何が起きていくのかっていうところでね、まあ、非常に楽しみです。やっぱラファー君の思いがどんどん紡がれていったっていうところもね、ありましたけれども、はい。もともとやっぱそういう興味があったグラスさんじゃなく、その、オグジーってね、まあ、その興味があるわけじゃないですね。わかんないですね。別に学がめっちゃあるわけでも正直なくて、文字も読めなかったという中で、で、やっぱそのグラスに託されたっていうのもありますしね。やっぱ彼空が見えなくなってしまって、目がギョロって、あれ怖かったですよね。それはこんな空じゃ見えないなっていうところで、まあ、オグジーが再びね、この空を見える日が来るのかっていうのもありますしね。はい。まあ、展開としてもやっぱものすごいやっぱスリリングでもあって、面白かったですね。まあそもそも最初のバトルっていうところもね、ありまして。ただもうちょっと画面が暗すぎるっていうところね、ちょっと炎上してまして。炎ってか、かなりなんか、批判が増えてきてね、まあ、そう、燃えかかってるかなって、燃えてるかもしれないですけど、まあ、もう画面じゃない、部屋暗くしてみるしかないなっていう感じで、ちょっとね、そこだけで評価はその落とすわけにはいかずですね、第4位というところで、させていただいてるんですが、まあ、そこをもっと加味すれば、正直順位落ちるかなっていう感じではあったという回でしたね。はい。まあ、バデインさんね、ラストもちょっと原作時系列開演してたとこもあってですね、そこも見事だったなというところで、いや、チーやっぱめちゃくちゃ面白いというところで、第4位とさせていただきました。はーい。では、こっからトップ3入っていきます。では、まず第3位です。第3位。ディ・ゼロから始める異世界生活サードシーズンですね。54話、4話が前回2位からワンランクダウン第3位でございます。ということで。ディ・ゼロー、やばかったね、マジでね。まあ、感想とかもね、毎週上げてますけども、レグス。これ C パート見逃した人もしかしたらいたかもしれない。ディ・ゼロは結構エンディングとかオープニングカットが多いんでね。っていう中でもう C パートが衝撃的に。イカレ焼酎はって感じですけどね。エミリアさんがラスト裸でね、どういうことやっていうね、ところもあったんですけどもね。はい。ママスカの気持ち悪いも、再びというところで。で、Cパート良かったですね。あと、暴食ね。で、やっぱ、暴食はやっぱその、ライパテン回数でしたっけ？それ名前が違う風に呼ばれてたんで、どういうことっていう感じでもね、あった回でもあったんですけれども。で、レムータね、復活が来るのかって言っても、暴食にね、そもそもその記憶とか奪われて、ね、みんなからの存在も消されてみたいな感じのところだったので、
やっぱなんか改めてその一期のね、トラウマがですね、ラストですよね。レムって誰のことっていうのはね、ありましたよね。エミリアさんが言う、もう地獄みたいなセリフがあったんですけれども。はい。まあそこをもうちょっとトラウマを復活しながらね、ちょっとまあ、こっからの戦いも楽しみすぎると、そんな回でもありましたね。エンディングまでいいですね。やっぱオープニングもそうですけどね、もちろん。はい、ということで。まあ序盤からね、今回そもそも、まあミミの話ですよね。ガーフィールとミミちゃんね、ひどい怪我を負ってですね、大丈夫かっていうところの中で、やっぱこのバトルシーンもね、もうすごかった、それぞれね。で、後半さらに加速していくという、色欲もクソ強いよな。対戦色欲も強すぎんだろうっていう感じなんですけども。はい。で、エミリア奪還はよって感じなんですけどもね。で、滞在式は、まあ、色欲とかだけもそもそも強い上に、こんだけ4人もいるんで、反則すぎんって感じなんですけど。はい。でね、色欲はてっきり女の子はね、公式で見るから出てくると思ったら、ドラゴンで、あれって感じだったんですけど。はい。こっからのバトルも非常に楽しみでございますが、第3位、スバルがね、やっぱ死に戻りしないどころするのか、そこもね、注目ですし、スバルがクルスさんとこの絡みね、機会でよかったですね、あそこもね。はい。ということで、第3位、行きましょう。リゼロ3期はちょっと面白さまじ半端ないですね。もうとんでもないですね。はい。では、次第2位です。第2位。ダンダダン4はですね、こちら、前回7位から、なんと5ランクアップの2位でございます。ということで、いや、ダンダダンに関してはね、本当はですね、1位に乗せてもらったんですけど、ちょっと、この後の作品があまりに凄すぎてですね、2位になってしまったというところで、まあ正直1位にする時満々だったというダンダダンなんですが、もう何も文句なしというかね、もう勢いとスピード感、会話のテンポ感、もう半端なすぎたと、もう神回でしたし、まあやっぱこう、今期もダンダダンが派遣取る勢いですけども、これもうさらに近づいた、そんな回だったなというのを思いました。ギャグもね、しっかりね、聞いてですね、カニと争いまくってからカニにがっつきまくる、ももちゃんとばあちゃんで、またこれも笑ったんですけども、はい。まあ、さよならからのまた明日、これも良かったですよね。そもそもやっぱ今回その映像面ですよね、そのカニバトルっていうところで。その、ここのバトルシーン、アクションシーンのやっぱ映像表現っていうのはものすごかったじゃないですか。もうそこがまずすごかった上で、やっぱストーリーももちろん面白いですし、これまた明日好きでしたね。なんかちょっと文字もしながら、なんかもやっとすんなみたいなところから、また明日だってなっていくのね。ところもすごい良かったな、というところでしたし、まあ倒すための鬼ごっこっていうのはそもそもやっぱ発想としては面白いですしね。まあ、だからももちゃんのセリフね、煽りに乗って負けのレールにも乗ったみたいなところで、良かったですし、まあ、色使いも良かったですし、いや、良かったですね。まあ、最後ね、このやっぱ死をまたいで、まあ、神声師ですか、に、こう、ね、来てね、こう、カニがこうやって、実はカニっていうかそのターボアバーですよね。で、まあ、実は、まあ、その、ね、悲しき、その理由みたいなところですね、トンネルのところで、まあ、たくさんの少女とか殺されてしまってっていうようなね、話もあってですね、まあ、見事にやっぱそういうなんか、しっかりこう、キャラの深みを出しながら、ですよね、やっていくっていうところで、見事でしたね。はい、痺れましたし、やっぱ改めて常会社のサイエンスサルさんとの相性っていうのも抜群だなというのを思いながらですね、原作も4話分で、まあ、やっぱ飛ばしてる回ではあったんですけれども、しっかりこうなんか凝縮されてたなというね、感じも受けまして、第2位と、いや本当は1位になったんですけどね、ちょっとさこんだけやっぱ1位がすごかったと。はい、ということでございましたが、第2位でございます。いやー、キャストも本当合ってますしね、素晴らしいですね、なんだら面白すぎると。第2位でございます。新作ならまずこれですね、今期はね。はい、そして第1位発表していきたいと思います。まあ、リゼロですとかね、もうこのダンダラ、まあまあ、通常の種の1位レベルを抑えてですね、今期この超大激戦の中見事1位に輝いた。まあ、正直もうこれがもう僕はもうぶち抜けてたというか、ちょっとあまりに凄すぎたなっていうね、1位でございます。今回第1位になった時に、それが、こちらでございます。ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか、北条の女神編第5期ですね、4話、前回9位から8ランクアップ、今期はその1位
そういうことでね、もう前期と打って変わって、この今期はもう超激戦というところで、1周目リゼロ、2周目チ、3周目妻賞、そして4周目がダンジョンに出会いのダンマチというところで、まあ、本当は僕正直ダンダナを意識する気満々だったんですが、そこはダンマチをね、ダンダナの後に見たんですけれども、ちょっともうこれ凄すぎました。まあ感想を思わずね、昨日出したんですが、5期でこれやんだっていうのは、もうね、もう、震え上がりまして、もう、断末の中でもベストエピソードなんじゃないかっていうぐらい、まあ4期ももちろんめちゃくちゃ面白かったです。これももちろん面白い話たくさんあったんですけど、まあ、それレベルにすごかったですし、で、要はそもそもそのラストの衝撃の事実が発覚しなかったとしてもやっぱ1位ぐらいになるぐらい面白かったんですよね。その上でラストなんで、それは1位だろうっていうぐらい、の回でしたね。やっぱこのシルさん告白からのベル君お断りっていうところで、まあここだけでもすごい切なかったですし、やっぱすごいマジ告白っていうところでね、やっぱすごくグッとこう痺れるところ、まあベル君の誠実さ見える素晴らしいところだったんですけれども、からのね、シルイコールフレイヤーっていうのを判明していくっていう、もう鳥肌もんでしたね。いや、極に季節はこれを明かしてくる、やばくない？作者さんの引き出しの多さというかさ、そこもすごい感じまして、ダンマチやっぱこのシリーズごとにやっぱいろんな面白さ見せてくれてるんですけど、ゴキはね、結構なんかハートフルにラブコメっぽいなとか思ったらね、見事にやられましたよ。見事にね、やっぱこのなんかフレイヤーと関係あるんだなっていうのはそれ一目瞭然で分かりますけれども、なんか娘とかそういう系なのかなと思ったら、娘やねえかでも、まあ、そういう展開来たかっていうところで、はい。やっぱこれまでも伏線張ってあったということでね、まあ、よりこう痺れましたし、で、まだまだね、シルさんって、ね、こう、まあでも結局その1話とかもできたわけで、まああれヘルンなのかな、僕もちょっと昨日ね、動画でいろいろ考察を話したんですけれども、やっぱこの、ね、まだまだ謎は残ってるというところですけれども、まあ、彼女はやっぱ何者なのとかね、フレイヤーファミリーなんであの対戦されてんのとか、やっぱ5期の評価高い時で、その高いのかみたいな話がやっぱあって、ここから続いてたんでね。やっぱそういう意味ではこう、なんか一気にその謎がやっぱ解けていくような回でもあってですね。まあ、それは5期の評価上がりますよっていう。まあやっぱその、ラブコメ回だけでももちろん面白いと思うんですよ。面白いと思うんですけど、そんなに評価高い。やっぱ4期マジで良かったね、そういう意味ではね。でも、ここまででやっぱ一番面白いショーっていう声もあるっていう話なのが、ものすごいやっぱ納得、今回だけでもできる。そんなね、回でしたし、あ、すげえなってもう、なんかもう叫んじゃいましたね、これね。はい。あっぱれだなというのはね、思いましたし。はい。まあ、回想シーンみたいなのもあってですね。まだまだヘルンの謎みたいなところもありますよね。シルさんの偽物っていうところ。もちろんシルさん、てかフレイヤーの謎みたいなところもありますし。で、もともとヘスティアと会ってないみたいな話が1話あってね。ヘスティアだったら目破られるみたいな、そういう理由があるのかなとかね。やっぱ、いろいろ考えるとまた面白いところでもありましたし、外伝からの話を今回回想シーンとか持ってきてるのかな。っていうところも改めてやっぱこのなんか、そういうアニメとしてもすごい完成してるなっていうのもね、思いましたし、やっぱダンマチってやっぱその、最後の演出面がものすごい上手いんですよね。クオリティものすごい高いですし、でも本ジェシーさん、いいですね。ジェシーさん、当初ね、こんな作品やってやべえぞって言ってたんですけど、すごい頑張ってくださってですね、延期もなく、まあ今のところですね。まあまあ、まだ序盤ではあるんですけどもね。はい、やってくれて。まあ、ダンマチはまず間違いないってもともと言ってましたから、まあそういうクオリティもね、高く、バトルシーンもすごかったですよね。リュウさんもやられちゃうぐらいですね。ヘグニ、秋のなんかどこからアグニって言ってたヘグニ、キャラもね、中二病みたいなキャラ、またこのキャラのちょっと魅力も出ながらですけどね。はい、まあ北条の女主人ですか。まあ、面々もね、こう、やれちゃうというか、もうみんなめちゃくちゃ強いですよね。フレイヤーファミリーに関してもね。っていう中で、まあ、シルさんのやっぱ慕われてるところ もちろん、ね、出てた、わけなんですけれども、はい。まあ、すごい激しい戦いもありながらですね。なんかキャラの兄弟っていうのを明かされたりとかね。のもありながらですね。まあ、見応えも正直最後以外でも十分だったんですけれども。はい。そんな中でのやっぱこの、ラスト。まあ、そのシルさん偽物、二日目のシルさん偽物、これは僕も予想できたんですけど、やっぱシルさんイコールフレイヤーやっぱ結びついてなかったところでもあって、しまだまだやっぱこれね、気になるというか、その謎めいたところはたくさんありますので、またここからどうなっちゃうんだというところもありましたね。いや、ちょっと面白すぎましたね。というか、やっぱ改めてね、この5件までこう取ってあるわけですよ、これそもそも。これすごすぎない、ちょっと。だからこう、断末だからできたわけね。だから普通のアニメだったら昨日も言ってましたけど、その、5期なんてできないじゃん、まず。だから3期とかやるときはすごいわけで。だから2期もやるときでもすごいわけですよ。まあアニメ化するときはそもそもすごいんだけどね。っていう中でこの展開ここにしてやってくるのは、まあすげえなと思いますし、まあ、断末だからこそできた展開でもあると思いますね。やっぱこんだけ人気あったからこそ、やっぱその衝撃の事実を、まあうまくここまで引っ張れたってのもあったと思うんですけど。いや、すごかったね。俺、もう、痺れまってたし。やっぱ、シールさんのキャラ全く違うじゃないですか。キャラが2回言ってたら分かるんですけど、またこれもね、うわーってなったんですけど。だし、まあ、そもそもやっぱ、ベル君とシールさんはやっぱすごい切なかったところもあって、ね、ベル君が誠実だ。すげえなと思いながらね。はい。
もうあっぱれの、うん、もう超神回と、もう断末までベストエピソードだったかもしれない。そんぐらいすごかったですね。ということで、まあ今週超レベル高かった。本当に正直リゼロも、ね、ダンダラも余裕で1レベルだったんですが、まあでもやっぱこれが1位だろうっていうね、断末5期ということで。5期なんでね。なかなか見れてない人もいらっしゃると思うんですけど、もう見るっきゃないですよ、これ。まあ、4期めちゃ面白いし、もうマジで追いついてほしいっていうね。追いつく価値しかない。まあ、リゼロもそうなんですけどね。もうそんな凄まじい、もう神回を見せてくれたな、というところで、断末。1位でございます。おめでとうございます。すごかった。すごすぎた。はい。という感じで、今回ですね、今期2024年秋アニメ、3から4話のおすすめランキングトップ20ですね。ネタバレの紹介は以上となります。最後までありがとうございました。皆さんね、ランチタイトル感想、ご意見のコメントお待ちしてます。ということで、いやー、まあでも断末がね、ほんとね、すごすぎだなというところで、まあでもほんと今までね、今回すでに今期4週連続全部1位が変わってるというか、俺、まあ、前期はもう押し残しか1位最初取ってなかったので、まあ、そういう意味ではほんと全く違うね、ランキングになってるかなというところでもございますし、で何が1位多く取るのかとか、次回何が1位かとか、もう全く予想がいないんですよ、これ。全くわかんないですね。だんだん正直1位上げなかったです、今回は。やっぱ、だんだん今回決め替えでもあった。まあ、ここからももちろん面白いんですけど、ちょっと1位上げたかったし、断末すごすぎたなってところだし、ちょっとこれ断末もすごいってなると、やっぱ続編ほんと強いですね。ブルーロックをね、息吹き返してきますし、断末、ブルーロック、リゼロ、ブリーチ。まあ、改めて、まあなんか、ランキング紹介してもブリーチの順位低すぎる感じがしますね。まあ、なんだかんだね、そんなめちゃくちゃ、おーってやっぱね、その、ブリーチより連作品はね、やっぱものすごいこう、盛り上がるところが個人的にあってね。まあ、ブリーチもやっぱ盛り上がったんですけど、おーえーみたいな感じ。どっちかってあぜんという感じではあったんですけど。まあでも、ここの戦いもすごい熱かったですし、やっぱアニオリってのもね、いいですよね。はい。もうこんだけの大胆にアニオリやってくれるのは、僕、ブリーチならではというか、まあ、原作さんがっつりかかっての、しかも最終章だからこそできるね、ことだなとも思いますけどもね。まあこれもやっぱすごい、まあ正直もっと順位上でもよかったかなとも感じもしますけどもね。はい。まあでもそんだけやっぱレベル高かった、週だなっていうところで、まあ、やり直し令状とか、まあ星稲に関して、やっぱすごいやっぱ、インパクト強かったですね、この回はね。どうなんだろうって、まあ星稲って結構いいなと思ってましたけれども、やっぱこう一気にバーンと面白さ上がってきたなっていう感じがすごい知ったとこでしたし、まあ妻小学生ならも相変わらずね、非常にやっぱいい作品なって思っているところでございますね。で、やっぱ、ブルーロックもね、そうだね、ブルーロックはもう本当に面白かったですね。めちゃ面白かったなというところでしたし、まあ作画もね、良くなったっていう評価を一気に。挨拶いただいた。で、地に関してやっぱ難しいですね。画面暗すぎた問題をね、どんぐらい考えるかっていうところなんですけれども、僕はね、やっぱその、まあ、部屋を暗くしてみたっていうところでですね、まあ、そこはうまくクリアしたっていうところではあったので、まあ、順位を上にさせていただきまして、まあ、そこをもっと考慮するんだれば、ね、順位的には下になったり、まあ、でも話し聞けば面白かったんでね、という意味で、4位させていただいてるような感じですね。はい、ということで。ほんと面白かったですね。今週マジレベル高すぎたなっていうことで。まあいや、もう本当はね、トリリオンゲームマジトップ10入れたかったりとかいうとこもあったし、まあ、正直スパスタとかも入れたい感じでもあったんですけどね、もうトップ10入れたい作品ばっかりの、トップ20というね、本当とんでもないレベル感の中で、もう断末っていう、本当もう、7年越しとかね、もう本当5期にしての、とんでもない神回っていうね、だからその5期ならではの神回って、っていうわけでもないじゃないですか。別にこれ1期やってももちろん神回だったんですけど、1期の1話じゃ意味ないですけどね。それ1期の最後とかやっても神回には変わらなかったんですけど、やっぱ5期を積み重ねてのやってくるからより神回でもありますし、まあ、伏線を巻いてたってところも考えてもそうですし、まあそもそもね、やっぱそのラストの衝撃展開以外もそもそも神回っていうね、こう断末が、やっぱ1にふさわしかったなと僕は思いましたね。はい、ということで、断末おめでとうございます。あ、皆さんね、あちらする感想、メール、ご意見、メールのコメントお待ちしてます。またですね、まあ、このランキング外動画も上げました。ランキング外動画も非常にレベルね、高いですので、ぜひね、皆さんまたご覧いただけたらと、思いますし、まあ、ただ再開付近はやっぱね、かなり辛口になってくるのかな、というところで、ございます。はい。またね、この週刊アニメランキング、また来週以降も引き続きですね、毎週やって、まあ、来週、今週もまだ上げるかな、はい、ということでやっていきます。また開幕中ランキングとか、まあ、今時見てる作品のいろいろね、まあ、いろいろコンテンツにも追いついたということで、まあ、動画もね、いろいろ上げていきますんで、ぜひこの機に、チャンネル登録ですか。これからも島さん嬉しいです。これ、コメントが以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。